はい、皆さんこんにちは、鈴木義弘です。今回の動画なんですけども、受験期間中にですね、どんな練習をしたらいいかっていうことをですね、解説紹介をしていきたいと思います。受験なんですけども、中学から高校受験、そして高校から大学受験という形でですね、なかなか時間が取れずにですね、練習ができない、次のねステージに行くにあたって、もう1年生の時から活躍したい、必要最低限練習についていけるようにしたいっていう時にですね、どんな練習をしたらいいのかっていうのをですね、僕の経験をもとにですね、詳しく解説紹介をしていきたいと思います。まずですね、考えなければいけないことっていうのは、少ない時間で何をやるべきなのかっていうのをもちろん考える必要があります。あれもこれもっていう形で部活動でやってきたことを全部やったとしても、中学高校のね部活動の時間っていう風に考えられると、やはり限られた時間、30分から1時間ないし45分ぐらいまでしかね、おそらく時間が取れないと思いますので、その中で何をですね、必要最低限やるべきなのかっていうのをまずは考えていきます。で、そうなるとやはりですね、時間をかけてウォーミングアップをする、多くの本数をやるって言ってしまうと、やはり時間がですねかかってしまいますので、まずはここで考えないといけないのは、もう走るっていうことは少しね置いておきます。で、走る要素っていうのをやらなくてもですね、いつも解説をしている通り、心肺機能を鍛える、じゃあどうすればいいか、サーキットトレーニングを行う。このサーキットトレーニングも僕が紹介しているものであれば15分から30分で終わりますので、この中で必要最低限体を動かすっていうことをしていくっていうことですね。普通ですね、じゃあトラックに行って200を何本やります、120を何本やります、バイク履いて全力で走りますっていうことをしなくても、このじゃあ30分時間があるって時に、30分のロングジョグをしていけばいいかと思います。で、このロングジョグもですね、ただダラダラダラ走るのではなく、やはりスプリントフォーム、腕振りはどうなのか、そして地面はしっかり押せてるのどうか、足の裏がしっかり使えているかどうかっていうのを確認しながらやることによって、なおかつ芝生でやることによって地面を押す、そして腕振りと手足の連動っていうのができてくるようになりますので、わざわざですね競技場に行って走る練習をしなくても、少し勉強の合間、時間が少しできた10分15分20分っていう風にできた時でも、そのですね芝生、近くの芝生でもいいですし、アスファルトでもいいですので、そこだけを考えながらずっと同じペースで走ることができればですね、わざわざトラックに行って走るっていう必要はなくなってきます。時間の合間5分10分あればですね、自由トレーニングを必ずやってください。これはですね、僕の動画、そしてライブ配信等でもずっとですね伝えている通り、どこのカテゴリー、どの年代でもですね、この自由トレーニングってものすごく大事なことです。もう口を酸っぱくしてね、何回も何回も言うんですけども、それほど自重トレーニングで自分の体を自重で扱うっていうことはものすごく大事なことになりますので、5分あればですね、十分な練習ができます。で、じゃあどんな練習をすればいいのかっていうのはですね、上半身の自重トレーニングのやり方、下半身の自重トレーニングのやり方ってですね、解説をしてありますので、ぜひそちらも見てもらえるのと、あとですね、一緒にね、トレーニングをしていくっていう形での動画も出してありますので、本当ですね、10分時間が取ることができればですね、もう十分だと思いますので、ぜひですね、僕の動画、過去動画をね、参考にしていただいて、一緒にですね、やってもらえれば、それだけでもですね、何もやらないよりかはですね、必ずプラスになりますので、5分だけでもいいですので、時間を取ってやれるようでしたらね、やれないよりもやった方がいいですので、ぜひね、試してみてください。そこからですね、受験が終わりましたっていった形で練習ができるようになった時に、今までやっていた動きをですね、いきなりですね、ガツンとやってしまうと、怪我につながってしまいますので、そちらはですね、過去動画でも紹介して、長い休み明け、そして部活動引退後の練習で何をやるべきなのかっていうところで詳しくはね、解説してますので、そちらもですね、合わせてご視聴いただければわかるかなっていうふうに思います。やるべきこと、時間がないならないなりに作り出すっていうのはもちろん大事なんですけども、5分、10分、時間が取れるようでしたら自重トレーニングをやる。そして多く30分ね、1時間も時間取れるようでしたら、サーキットトレーニングやロングジョグを行うことによって、走りを整えるといった意味で、ここでですね、しっかりと動きを固めていくっていうことが重要になっていきます。練習をするって言って、特別な練習ですね、全スパイクして全力で走るっていう風にね、やるというよりも、
次のステージで活躍するために基礎体力ですね、自重トレーニングをして基礎体力をつけていくっていうことがですね、まず重要になってきます。先ほども話をした通り、ここでね焦ってじゃあスピードを出してやってしまうと、この寒い中スピードをね出せませんので、出そうとすれば怪我につながってしまいます。この時期に怪我をしてしまうと、やはりですね春先出遅れてしまって思ったような記録が出ないっていう形ですね、夏秋頃に苦しんでしまいますので、今は我慢をしてですね、やれることをコツコツやっていくといった方がですね一番いいかなっていうふうに思います。ってな形ですね、まあ今回は受験シーズンね、受験期間中時間がない時にどんなトレーニングをするのかっていうことをですね、紹介解説していきました。共通してですね、言えることは焦らずですね、本当に5分時間ができた隙間時間にですね、コツコツやるということが重要になっていきます。そしていざ時間がですね、できるようになってから、またですね、徐々に増やしていって、強度を上げていくっていうことが重要になってきます。これはですね、誰しもがですね、通る道ですので、ここでですね、無理やりやるっていうことではなく、まず次のカテゴリー、次の年代、次のステージでですね、活躍するために、まずは怪我をしない体作りというのを、この受験期、冬季で作っていく必要があります。先ほどもね、話をした通り、具体的な練習とかですね、自重トレーニングのやり方っていうのは、過去動画でね、解説してますので、こちら概要欄にねリンクを貼り付けておきますので、ぜひね合わせてご視聴いただければと思います。はい、てな形ですね、まあ、今回は現期間中にですね、まあ、どんなトレーニングをしたらいいのかについてですね解説をしてきました。今回の動画はねこれぐらいで終わりたいと思います。ありがとうございました。